あれはもう3年くらい前のこと。僕と彼女で伊豆に泊まりで遊びに行った時の話だ。天気もよくドライブをしながら伊豆方面へと向かった。途中までは快適に進んでいたんだけど、熱海を過ぎた頃からナビがおかしくなってしまった。一応目的地はインプットしていたんだけど、ぐるぐると画面が回転している状態が続いた。おかしいな、壊れちゃったか？海沿いではなく山越えルートにしたのは失敗だったかもしれない。周りには何もなく、ひたすら一本の山道が続いているだけだった。平日のせいか、対向車も後続車もない。仕方がないので、地図を引っ張り出して彼女にサポートしてもらう。僕も山越えルートは初めてだったので、道がよくわからない。ゆっくり出てきたので、そろそろ夕方になる。あたりは暗くなりつつあった。まあ、いったな。これじゃあ時間通りに宿に着かないな。携帯を見ると思いっきり圏外だった。それでもひたすら山道を進むと Y の字に道が分かれていた。困ったことに標識がない。路肩に車を止め、どっちかな。と二人で問答していた。ナビの現在地は八王子を指している。仕方がないので右へ進むことにした。これがすべての間違いだった。あたりはすっかり暗くなって、車のライトなしでは本当の闇だ。当然ながら街灯はない。しばらく進むと車がガタガタと揺れ始めた。あれ、この道舗装してないのか？今時？しばらくの間、緩やかな下り坂をガタガタと進んでいくと、今度は三叉路に出た。標識というか、随分古い感じの案内板が立っていた。字は消えかかっていてよく見えない。どうする？どうしよう、戻る？とここでもしばらく問答した。とその時、目の前を一台の車が横切った。その車は三叉路を右から左の道へと進んでいった。久しぶりに自分たち以外の車に出会った嬉しさからか、僕たちも急いで左の道へ急発進した。きっとあの車についていけば町まで出られる。勝手にそう思い込んで前を行く車を見失わないように進んだ。しかしこの前の車異常に速い。どんな車なのかとよく見てみると白いセダンだがどこのメーカーかは不明だった。よほど足回りをいじってあるのか、いろいろ考えていると彼女が変なことを言い出した。ねえ、あれってどこのナンバー？ん？ナンバー？ナンバーがどうした？確かにナンバープレートはあった。数字も書いてある。しばらく見ていて何やら違和感を覚えた。ナンバーは間違いないのだけど、陸運局の地名が見たこともない名前だったんだ。何やら昔の略してない複雑な漢字が三文字。三文字とも難しくて読めなかった。あんな地名あったか？九州の方かな？あんな名前聞いたことないよ。例えるなら、バラとか醤油とか憂鬱とか、そんな難しい漢字が三つ並んでいた。と、そんなことを考えていたせいか、気がついたら前の車が見えなくなっていた。
あれ、どこかに曲がる道でもあったかな。狐につままれたような奇妙な感じだったが、目印となる車がいなくなってしまい、再び不安がこみ上げてきた。もはや先に進んでいいのか戻った方がいいのか、僕たちにはわからなくなっていた。ナビは所沢を指していた。と、遥か先に明かりが見えた。やっぱ町だ。やっぱこの道で正解だったんだ。この時ばかりはほっと安心し、二人で喜んだ。そして車を進めると、さっき見えた明かりは民宿のような建物の明かりだったことが分かった。僕たちはそこで道を聞くため車を止めて、二人で降りて民宿の中へ入った。中には親切そうなおばさんがいて、抜ける道を教えてくれた。お礼を言って車に再度乗り込むと、何か聞こえる。ん？なんだ？どっからか音楽聞こえない？ん？あ、ほんとだ。よく見ると、民宿の隣に立っている家から聞こえてくる。あの音量は近所迷惑だな、などと言いながらその場を後にした。彼女が言った。でもさ、あの民宿なんかすごい臭くなかった？え、そうだった？俺全然気づかなかった。あんた鼻悪いからね。なんか生臭かったよ、魚みたい。そっか、客用の仕込み中だったのかな。その時だった。目の前を何かが横切った。とっさに急ブレーキ。鹿？馬か？ヘッドライトに照らされて一瞬見えたような気がするが、はっきりとはわからなかった。しかし、白っぽい何かだというのは見えた。冷や汗をかいている僕に彼女が言った。ねえ、あれ見て。ん、何？どうした？彼女の指さす前方をよく見た。急ブレーキで立ち込めた土煙が引いて、徐々に視界が開けてきた。あ。言葉が出なかった。目の前には大きな岩がいくつも転がっていた。きっと落石かなんかがあったんだと思う。でもさっきまでそんなものは見えなかった。山道とはいえ、ここは直線に近かったから見えないはずがない。でもきっとあのまま直進していたら岩に突っ込んでいた。僕たちはしばらく口を開けてポカンとしていた。その時、車の後ろに人の気配がした。バックミラーを見ると一瞬白い人影のようなものが見えた気がした。こりゃいかんということで、すぐに元来た道を引き返した。二人ともさすがにただごとではないということを感じていた。もうどうしたらいいのかわからなかった。恐怖に引きつりながら進むと、さっきの民宿の明かりが見えた。助かった。とりあえずあそこへ逃げ込もう。あまりの恐怖で髪の毛が全部白くなってんじゃないかと思うくらいだった。そして民宿の前で車を止めた。そんなバカな。そこは民宿ではなく、僕たちが泊まるはずのペンションだった。よく見ると周囲には普通に民家がある。人の気配も普通にするし、車も普通に走っている。もちろん普通のナンバーの車。しばらく彼女と呆然としていると、ペンションの中から従業員が出てきて誘導してくれた。当然その夜は気持ちの整理がつかず、二人とも疲れ切ってさっさと寝てしまった。今では彼女と、
あの時は狐に化かされたのかな、と言って笑い話になっている。昔、小学生だった頃、通学路の途中に白い家があった。木で作られたログハウス風の建物を白く塗装したような家だった。僕の家はかなり田舎にあって、朝は近所の子たちと集団登校していたが、帰りはそれぞれバラバラに帰っていた。僕の家は同じ方向の子供たちの中でも最も遠い場所にあり、最後の子と別れてからさらに1キロほど歩かなければならなかった。その白い家はその間の場所にあり、自分は毎日下校時その家のすぐそばを横切っていた。白い家からは時々ピアノの音が聞こえていたが、その家に誰かがいるのを見かけたことはなかった。しかし、小学3年生になってしばらく経った頃、その家の窓から一人の女性が窓の外を眺めているのが見えた。当時の自分がお姉さんと感じたぐらいの見た目だったので、おそらくは中学生か高校生ぐらいだったと思う。小学生らしく、僕はお姉さんを見かけるたび、さようなら、と挨拶をしていた。お姉さんは、僕に気づかない時もあったが、気づいた時は優しく微笑んで手を振ってくれていた。しかし、ある日、ふと気になって、あの白い家には誰が住んでいるのか、両親に聞いてみたところ、不思議そうな顔をされた。確かにあの場所にはログハウス風の一軒家があるが、白く塗られてなどいない。そもそもあそこに住んでいた人は10年以上前に引っ越していて、あの家は今は誰も住んでいないのだと。もしかしたら近所の子が秘密基地で使ってるのかもしれないな、と両親は言って、一応その僕が見たお姉さんの特徴を教えてくれと言われた。髪の毛が長くて明るい色だというのと、肌がすごく白くて綺麗だという特徴を伝えたが、両親は、そんな子いたかな、と首をかしげた。それからしばらくして、ある日、祖父からお守りを手渡された。例の白い家とお姉さんの話を両親から聞いたらしく、昨年旅行に行った時、大きな神社で買ったものだと言われた。もしお前が見ていたお姉さんがお化けだったら怖いだろう。念のため持っておきなさい、などと言われたのを覚えている。しかし、祖父も両親も子供特有のイマジナリーフレンドのようなものだと思っていたんだろう。自分もお姉さんが幽霊だとは微塵も思っていなかった。実際、お守りを持ち歩くようになってからもお姉さんのことは見ていたし、その家も白く見えるままだった。しかし、それからさらに月日が経ったある日、白い家からピアノの音の代わりに歌声が聞こえてきた。いつも聞こえていたピアノの曲とメロディーは一緒だったので、多分ピアノで弾いていた曲の歌なんだと思う。でもその歌詞は、昔の言葉のようでよくわからなかった。少し立ち止まって歌を聴いた後、窓の方を見てみると、やはりお姉さんがいて歌を歌っていた。しかし、いつものお姉さんと一つだけ違っているところがあった。髪の毛が真っ白になっていた。
それに驚いて立ち止まって見ていると、歌い終わったお姉さんが僕に気づき、いつもみたいに優しく微笑んで手を振ってくれた。そこでハッとなって僕もいつものようにさようならと返した。その日以来、白い家からはピアノの音は聞こえなくなり、お姉さんも見かけなくなった。そうして僕が高校卒業するくらいの頃、その家は取り壊された。もともと住んでた人がまた住むこともあるかもしれないとそのままにしていたらしいが、結局使わない上、老朽化も激しいので取り壊すことを決めたらしい。自分には結局その家は最後まで白い家に見えていた。そして取り壊される際、祖父が思い出したように、まだ白い家に見えるのか？と聞いてきた。自分はお姉さんが見えなくなった時のことと、家自体はまだ白く見えることをかいつまんで話した。最後の日のお姉さんの特徴を聞いた時、祖父は少しだけ険しい顔をした。そして、白姫様に似てるな。まあ見えなくなったならよかった。と言った。白姫様。近所の神社に祀られている白い髪の毛のたたり神だそうだ。ずいぶん昔から祀られているらしく、由来など詳しいことを知っている人物はもういない。ただ、たたり神と聞いてもピンとこなかった。お姉さんに怖いとか悪いという印象がなかったからだ。多分長いこと祀られているうち、いろいろあってたたり神として祀られるようになったんだろうと僕は思っている。知り合いの話。一人で夏山に入り浸っていた時のこと。ある夜、テントの外で、ひゃっ、ひゃっ、と動物の鳴き声がする。チワワのような鳴き声だな。そう思い顔を出したが、子犬の姿など見当たらない。代わりにテントの前に鎮座していたのは、何の変哲もない小さな箱だった。一辺が10センチくらいの水色の小さな紙製の箱。見つめていると箱が小さく飛び跳ね、ひゃっと鳴き声を上げた。なんだなんだ。思わず駆け寄り、しっかと箱を捕らえて蓋を開けてみる。空っぽだった。埃一つ入ってない。かすかに発火の香りがした。釈然としない彼は蓋を閉め直してもう一度放置してみた。しばらくすると小箱は再び、ひゃっと飛び跳ね出した。確認したがやはり何も入ってない。蓋をせずに放置すると、今度はいつまで経ってもうんともすんとも言わない。蓋を戻すとまた不定期に泣き始める。なんとも面妖な。しかし明日も早い。いつまでも相手をしていられないのでほったらかして寝ることにした。豪胆にも子犬のような吠え声を枕に彼は寝入ったのだそうだ。それから4日ほど山にこもっていたのだが、夜になると小箱がついてくる。やかましいといえばやかましいが、気にならないといえば気にならない。最終日、なんとなく愛着が湧いた彼は箱を家に持って帰ることにした。ベッドサイドに置かれた箱は
昼間は決して吠えなかった。夜になると時折控えめに、ひゃっと吠えていたという。食費もかからないし、散歩も必要ない。ただ愛嬌がないし、こちらに反応するわけでもないから、ペットには不向き、というのが彼の評価だった。残念ながらその箱はしばらくして、事情を知らない母親にゴミとして捨てられてしまったらしい。誰かに拾われていりゃいいけどな。でも吠えるゴミなんて、やっぱり誰も手を出さないかもな。彼はそう言って苦笑していた。